こいつを見ると山陽に来たなって感じがしますね。これ多分もうすぐなくなるやつですよね。今度は香川県高松に向かいます。すっかり自分の車ですよ。高速道路の旅再開で、さっきも同じこと言ったな。本当に高知県まで来たんだな、すごくないですか。こんなに駐車場広いのに貸し切りになることってあるんですね。この車の中で車中泊をするので、3日目のスタートは多分この駐車場からだと思います。寒かった。劣悪な環境で寝たんで体がボロボロですけれども、さあ3日目頑張っていきましょう。改めまして皆さん、おはようございます。もうごっつい寒くて、ごっつい朝早くてしんどいんですけれど、いや頑張っていきますよ。ここからまずはマリンライナーに乗って岡山にトンボ帰り、その後、山陽新幹線で朝一九州に入っていきます。ああ、中あったかかってくれ。朝一で目指すのはですね、大分県でございます。岡山から瑞穂号に乗って小倉から、日豊本線、大分県最初の停車駅中津に向かっていくんですけれども、どうやって買えばいいんだ。無事買えました。5170円、意外と高いな。まあ遠いですからね、九州っていうのは。やっぱ冬は舐めちゃいけないですね。寒すぎる。というわけで岡山に1日ぶりに戻ってきましたね。四国の滞在時間はわずか7時間でしたよ。そして今一瞬チラリと見えておりましたけれども、サンライズですよ。ちょうどサンライズが岡山駅で切り離し作業を行っている時間なんですね。いやこれ正直全編成くまなく探し回ったら絶対知ってる人いただろうな。今回今日っていうか最終日3日目はですね、最後残っている広島山口と九州沖縄を制覇する残り10都道府県の旅になりますので、よろしくお願いします。もう間もなくあと20分で開始から48時間が経過しようというところです。今進捗は37都道府県でございますので、1時間に1つというペースは少し崩れつつありますね。というわけでここからは新幹線の旅です。見てください、瑞穂一番列車ですね。601号サンライズの乗り継ぎのやつ、鹿児島中央行き6時51分に乗って出発していきたいと思います。出発時刻まであと7分ですか。まあ例によってもちろん自由席なんですけれども、自由席の方に向かう階段はサービスが悪くなっておりまして、上りのエスカレーターがありません。一方で反対側見てください、指定席方向にはちゃんと上り方向のエスカレーターがあるんですよね。こういうとこもちゃんと考えられています。いやもうね、ちょっと気を抜くとぼーっとしてしまいます。そんぐらい疲れているんですけれど、あっという間に福山ですね。広島県です。これで38都道府県目になりますね。さあ今から福山を通過するところなんですけれども、ここでプチ福山観光ができるんですね。福山駅はすぐお隣にお城が併設されていることで有名です。まあお城が併設されているんじゃなくて、お城にこの駅が併設されているんですけれどもね。さあ見ましょうか。ほらかっこいいですね。姫路城と比べるとだいぶ近いです。じゃあこの辺りで一度今日の作戦について説明する時間を設けましょう。さあ今日はですね、まあ何回も言ってるんですけれど、九州制覇の日でございます。最後は沖縄でゴールするんですね。ついにゴールの場所が明かされました。まあそれはそうですよね。沖縄って往復するだけ時間が無駄ですから、スタートかゴールの方が絶対いいですもんね。で今回どうやって九州を攻略するかなんですけれど、九州もね、中国四国と同じで厄介な都道府県が多いんですよね。で厄介な都道府県主に2つありまして、皆さん分かりますか。いや3つか。大分県、宮崎県、長崎県です。こいつら、この3つの都道府県って本当にうざくて、まあ一番うざいのは宮崎県ですね。宮崎県ってもうどう行くにしてもすんごい離れたところにあるんですよ。ただね、宮崎県をうまく攻略する方法を今回見つけましたので、皆さんお楽しみに。とりあえず最初はこの新幹線を小倉で降りて、大分県にこんな感じで向かっていきたいんですけれども、その
もう特急ですね、ソニックではなくて今回日輪シーガイアというやつになってしまったんですが、小倉から日輪シーガイアで中津駅に行きまして、そこでトンボ返りしてまた小倉に戻る。これによって大分県を獲得する予定です。今新尾道を通過したところ、夏ぶりですね。新尾道と隣の三原はものすごい距離が近いことで知られています。確か10キロとかそんぐらい。新幹線における10キロっていうのはだいたい2分ですから、いやもうものすごい近く感じますよ。今回は日本一周最速の一つの目安としてだいたい60時間くらいを想定しているんですけど、60時間で日本一周ってすごくないですか。なんでね、そこが達成できるかどうかも皆さん見ものですよ。おすごいな。こうやってね喋ってる間に三原駅を通過していました。本当に2分なんだ。もしもし JR 九州、今から1時間後に俺が小倉に着くから、プライベートトレイン、これ早くちょっと用意してほしいんだけど、できる？ちょっと急ぎで頼むよ。昨日も話した通り、切符の手配とかは全部自転車操業です。中津までの切符は一応用意してあるんですけれども、中津から先の切符はまた例によって用意しておりませんので、中津の折り返しの時間が20分ありますから、それでまあこいつなんか緑の券売機に似ていますけれども、こいつを使って切符を頑張って調達したいと思います。まもなく広島です。さあこれで38都道府県目になりますね。開始から49分広島県制覇でございます。広島もねワンチャンね向こうの方の車窓行けば、原爆ドームとかそれから広島城とかねちらっと見えるんじゃなかったかな。うち広島観光です。まあ広島って随分と街並みが独特なので、こうやって眺めているだけでも広島来たなって感じがしますけどね。広島という街は川の三角州に作られているので、市内に随分と川が多いです。そしてなんかね、なんか独特ですよね広島って本当に。広島にしかないんですよねこの風景。やたらとマンションが多いと言ったらいいのかな。神戸に似ていて広島も実は平地が少ないので、その平地を有効活用するためにこうやってマンションが増えているのかもしれません。韓国みたいですよね。あと神戸みたいな感じで山肌にべっとりとへばりついている住宅街もよく見られます。ということでここからはすぐにトンネル、いや市街地から山までが本当に近いですよね。いや早いね。さっきの広島県の滞在時間は30分ぐらいでしたけれども、この山口県もそんぐらいになるでしょうね。そして山口にはこの列車は停車しないので、どこで写真を撮るか悩んだんですけれども、まあでも山陽新幹線の山口県の景色といったら徳山のコンビナートですよね。それと一緒に写真を撮ったら山口北感出るじゃないですか。山陽新幹線に乗っているとごっつい工業地帯を目にすることが割と多いですが、やっぱりね瀬戸内海っていうのは波が穏やかだし、特にこの徳山は島とか半島によって自然と湾のような形になっているんですよ。なんでね瀬戸内海の中でもひときわ波が穏やかなはずだから、こういう工業が立地するんですね。船で基本的に資材は運んできますから。というわけで、39都道府県目の山口県を制覇しました。徳山駅はね信じらんないぐらいカーブがこんな感じできつくて、下からもツーっていう線路と多分車輪が立っている音が聞こえてきますよね。その関係で時速も多分制限200キロぐらいに抑えられております。よし、山口らしい一枚が完璧に撮れたじゃないですか。じゃあご褒美タイムです。福岡のここからまで僕はぐっすりお休みしたいと思います。寝過ごして鹿児島中央とかだったらもう終わりですね。やっぱ新幹線はいいですね。朝はテンポがいいです。これで多分39都道府県目になりますでしょうか。小倉は、福岡県でございます。小倉ではね新幹線一応途中下車という扱いになっています。こっからね大分県をかするためだけの旅行が始まるわけです。それでまた特急でね往復しなきゃいけないわけですから、お金がもったいない。で小倉駅といえばここですよね。このなんかヨーロッパの教会ばりに高い天井と円形の空間、いやーここ来るとね九州来たなって感じがします。手始めに乗っていくのは
こちら日輪シーガイア号です。宮崎空港行き、とんでもないロングラン、博多から宮崎空港まで行く列車です。それだったら飛行機の方が早いんじゃねえのと思ってしまいますが、やっぱ飛行機飛んでないか、宮崎と福岡の間って。この区間は昔夜行列車も設定されていたような超長い区間です。というわけでこいつに乗っていきます。車両はあんまり特別感ないですけれど、あ、今回ももちろん自由席です。4号車は自由席。あー、九州って感じ。九州の特急はね、僕スイスとかにも行ったことあるんですけれども、その辺の特急とデザインがよく似ております。この列車はこの小倉で進行方向が逆転するんですよ。スイッチバックと言うべきでしょうか。なので座席もこうやって転換させておかなければいけません。あれ、回らない。よしよいしょ。せめてね、自分の席とその後ろの席ぐらいは正しい向きにしておかないと。これからこいつは宮崎空港までロングランするわけですからね。いや、ほんと JR 九州のデザインはすごいとしか言いようがありません。赤色の使い方とかがうまいですよね。そしてこの車内はね、普通に客室なんですけども、その個室感なんとなくわかりますか？全然個室じゃないんですけれども、密閉された感じ、これがすごい。あの数字の使い方もうまいです。さあ、小倉を出発しました。反対側の座席もね、転換させておけばよかったですね。まあどっかでちょっと暇があったらやろうと思います。こんなに素晴らしい特急列車なのに降りるのは中津です。2つ隣の駅ですね。30分しか乗れないんですよ、全く土地狂った工程です。本当に虚しい金の使い方と言いたいところですけれども、自分で考えたことだしね、結局特急とかに乗るのも好きなんで問題はありません。危ねえ、寝てた。しかも夢の中では車を運転していましたよ。車で中津に向かっていたのでした。で、起きて、あれ電車に乗ってる、なんでって思う、そんな夢ですよ。いや、ちょっとさっきの、さっきっていうか、まあ昨晩の四国一周深夜ドライブが体に効いてきているみたいです。九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく中津です。中津です。ご乗車ありがとうございました。さあ、折り返しの時間は20分です。いや、行ってらっしゃい、宮崎空港まで。あいつが宮崎空港に着いた頃、僕はどこにいるんでしょうね。中津駅名物はこちらですね。あ、文字が逆になってるかもしれないですけれど、日本一長いハモの椅子。日本一長いハモの椅子だそうです。確かに普通に長い椅子としても信じられないぐらい長いんですけれど、これハモってこんなでっかい魚じゃないですよね。多分ハモ料理が有名だから長椅子とハモをかけてなんか、まあかかってないですけれど、なんだよくわからないぞ。わからないものはわからないと言えることが大事です。もう一つ中津駅には珍しいものがありまして、このエレベーターとか言ってるのにね、こいつ斜めに動くんですよ。ケーブルカーですよね。ケーブルカーと全く同じ原理でございます。一体どうしてこういう構造にする必要があったのかよくわからないですが、本当珍しいですよね。珍しいもの尽くしの中津駅でございますが、乗り継ぎの時間は20分です。大分県には20分しかいられない運命なのである。そして中津はね、慶応義塾を作った福沢諭吉の出身地でもあります。僕には縁がないですけれども、僕の友達には慶応大学の人が多いです。さあ、大分県は中津でございまして、ちょうど今自撮りも撮ったところですけれど、いいね、ちょうどね列車があそこにいてくれているんで九州に来た感があります。またね、都道府県を数え間違えていまして、さっきの福岡県が40で、今の大分県が41都道府県目だそうです。ついに40の大台まで来ましたか。今41ということは残り6。この旅行もいよいよ終わるんだ。いや、果てしない旅でしたよ。本当にもうこの日豊本線の特急街道っぷりがすごくてね、特に小倉から大分の間ですよね、5分間隔でね特急がやってくるみたい。まあ今の時間限定ですけれど、この後9時半にソニックがやってきて、その5分後にはきらめき号がやってきます。どっちに乗っても僕が乗りたい新幹線には間に合うので、どうしようかなと思っていたんですけれども、先に来るソニックの方は全席にコンセント、全席じゃないかもしれないけれど客席にコンセントがあるらしいので、だったらソニックですよね。なんでソニックから電気を奪いながら小倉に向かっていきましょう。小倉に着いたらまたソニックを降りて、さっきの新幹線の経路の続きですね。今度は桜号に乗って新都市に向かう予定です。さあ、今回のソニックは白いソニックです。昔カモメとかにも使われていたやつですよね。こいつももう外面からバリバリヨーロッパの特急に似ております。ヨーロッパリスペクトですね、 JR 九州は。
車内にこんなところもあんのか。すごい、さすが水戸岡ですね。でちょっとね、間に合わなかったので指定席の車両から乗ってしまいましたけれど、多分向こうに自由席ありますよね、さすがに。さあ、大分県をやっつけまして再び小倉に戻ってきました。1時間ぶりぐらいかな。それではね、新幹線の旅を再開します。おっと、ここの新幹線のやつは光レールスターの車両になっているんですね。700系上のやつはね、昔の新幹線100系になっていましたよ。だいぶ前に引退したのにね。福岡県っていうのは意外とでかいので、こまめに新幹線を使っていかないと最速日本一周は成し遂げられません。こいつもね、同じく博多まで行く列車でございますけれども、結局ね、佐賀とかそっちの方、奥の方まで進んでいくのであれば、ここで20分待って新幹線に乗り換えた方が早いんですね。お金がもったいないですけれども、まあ仕方がありません。ということで、今から開催されるのは西九州往復トンボ帰りの旅です。佐賀と長崎の2つの都道府県を制覇しましょう。そろそろ行っときますか。僕は自由席なんでね、多分ホームのもう少し奥の方まで進むことになると思います。時間が微妙な桜号だから空いてると思うんだけどな。窓際のコンセントをぜひ使いたいんですけれど。桜545号鹿児島中央駅です。まもなく新鮮天候、まもなく新鳥栖です。さあ、どんどん残りの数は少なくなってきましたよ。効率よくね、新幹線で都道府県を稼げておりまして、42都道府県目、佐賀県でございます。佐賀県鳥栖市新鳥栖駅で下車。しかしね、長崎新幹線が完成していないおかげで、僕は今から特急に乗り換えなければいけません。本当だったらね、この駅から長崎新幹線が分岐する計画だったそうなんですけれども、てかそれを考えてこんなところにわざわざ駅を作ったそうですが、まだそれはね、なんちゅうの、工事すら開始されていませんから。しかし今回は最速で日本一周なので、そんなことを考えている暇すらありません。乗り換え時間はね、わずか7分。ここからは長崎新幹線の代わりですよね、リレーかもめ号、今回の場合は緑号ですけれども、長崎本線の特急に乗って長崎県廃棄に向かっていきます。切符なくしたかと思いましたよ。いや、今回の旅で一番焦ったかもしれない。この7分接続の間にその切符を見つけ出せなければ終わりなわけでしょ、旅行がここまでできたのに。そして見てください、これがね、九州新幹線の高架線ですけれども、さっきね、長崎新幹線ができていないっていう話をしたじゃないですか。あそこ見てください、高架線が途中で切れているのがお分かりいただけますでしょうか。多分ね、あそこからね、こうやってああやって線路を交差して長崎方面に新幹線を通していく計画だったんだと思うんですよね。まあ新幹線じゃなくても十分こいつも早いですんで、全くもって問題ありません。特急ハウステンボス、今回はね、佐世保ではなく途中の廃棄でおりますので、前に繋がれているハウステンボスに乗っても、後ろに繋がれている緑に乗っても変わりません。そういうわけで、さっき新都市駅にて42都道府県目の佐賀県の分の自撮りも済ませましたので、じゃあちょっとね、長崎県まであまりにも睡眠不足が過ぎるので、いくら若者とはいえちょっと皆さん寝かせてください。じゃあおやすみなさい。
乗り間違えないけど。いやなかなか車体の真ん中にドアとデッキがあるとねすごい不思議ですよね。ということで特急ハウステンボスに乗りまして廃棄駅に到着です。ここまで来ると天気いいですね。いやよく寝た。爆睡に爆睡を重ねてもうほとんど新鳥栖からこの廃棄まで記憶はありません。ところどころでね確か武雄温泉とかで動画撮りましたけれど、いやすっきりしましたよ頭が。だいぶただいまの時間は午後12時10分です。やっと午後が始まったところ。1日が長いですね。折り返しまた新鳥栖にトンボ返りしていくわけですけれど、その特急の時間は12時59分発、だから40分じゃない50分時間があるわけか。結構長いですよね50分。田沢湖とかでも50分過ごしましたけれど、長崎県の滞在時間も割と今回の中では上位に入ってきそうです。じゃあとりあえず、改札を出て駅の外でもねちょっと観光しますか。まだこの旅行で一度も観光らしい観光していないので。こんな綺麗だとは思いませんでしたよ廃棄駅。見てこの廃棄駅、なんかフォントがなんとなく日本語っぽくないというかハングルっぽいような気がするんですけれど、気のせいでしょうか。プサンとかに書いてあるのと似てますけどね。この長崎県で43都道府県名ですか。残り4つなんかもう余裕じゃないですか。でもねこっから意外と時間がかかるんですよ。今日も夜遅くまで旅は続く予定です。この50分を生かして田沢湖ではやりませんでしたが、こっちは天気がいいので観光したいと思います。廃棄にはねちょっと面白い場所がありまして、そこまで多分歩いて10分ぐらいだと思いますのでのんびり行きましょうか。さあ着きましたよ。駅から 800m ぐらいですかね。こんぐらいの徒歩はもう余裕も余裕ですよ。さあ見てください、川が流れていますね。そこに橋もかかっておりますけど、いやこの橋もいいな。これね随分と味のあるトラス橋でいいのかな、橋がかかっておりますけれども、いやすごい、やたらと流れの速い川ですよ。田舎の方の V 字谷に来たのかと思わされます。まあ皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、これねこの川、こいつ実は川じゃないんですね。ものすごい潮の香りでございます。いや川にしては流れ方がおかしいもんね。そうここはね多分日本一もしかしたら世界一かもしれません。日本一世界一狭い海峡なのでございます。廃棄の瀬戸という場所ですね。いや見てくださいよこれすごいすごい、徳島県じゃ見られないでしょこの渦潮の数。ぐる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 っとね、もう多分1分間に多分60個以上、1秒間に2個以上は確実に生成されております渦潮が。鳴門もびっくり。ここは海峡なので潮の満ち引きによってどん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 奥の方から水があっちの方にね持っていかれているわけです。いやすごいですよ、さっきも言いましたけれど渦潮の量がえぐいえぐい。こんなとこ流されたらねもうたまったもんじゃありませんよね、即死ですよ。なんでこんな海峡が狭いのっていう話、そもそもなんで川じゃないのって話なんですけれど、奥に見えている陸地は島なんですね。で今僕が立っているのはギリギリ九州でございます。まあだから競技の九州では向こう側はないということなんですね。島が多い長崎県らしい景色とも言えます。ちょっと重くてリュックは置きっぱなしにしていたんですけれども、言うても時間がありませんのでさっさと廃棄駅に戻りましょう。そう僕は自転車操業で今やっておりますから、早く駅に戻って切符を買わなければいけません。さっきね駅の緑の窓口みたいなところが大混雑しているのが見えましたので、早く戻らないと大変なことになりそう。まあ、というわけで長崎県らしい独特なスポットにて自撮りを観光し43個目の都道府県長崎県を制覇しました。さああとはこの道を早歩きで戻るだけです。さあ戻ってきました。結構余裕を持って戻ってこれましたね。帰りの特急の出発まであと20分あります。その20分で切符を買えなかったら私の旅行はここで終わり。余裕で間に合いましたよ。すごい区間快速、結構こんなのどかなところでもしっかりとした種別があるんですね。さあ西九州編袋のスタートでございます。といっても僕にとっては寝るだけなんであんまり関係ないですけれどもね、僕にとっての寝台特急が入ってきました。再び特急ハウステンボスです。まだ出発まで12分もあるのに入ってきてくれるなんて優しいですね。多分連結のためだと思います。じゃあ乗りましょうね。いやーやっと寝れるよ。新都市博多です。各車両は乗降員室6号車
由席は、何時間ぶりですか。結構時間かかりましたね、長崎の往復。ここから向かいますは熊本県、宮崎県、鹿児島県です。九州は残り3つ、そして都道府県も残り4つです。もう本当この旅行はずっとね、乗り換え駅乗り換え駅で全くもって時間の余裕なんかないですよね。この駅も9分乗り換え。いやなんかね、あんまりいい昼ご飯見つかりませんでしたけれども、ファミマの唐揚げ、それを買ってきました。しかも6個ですよ。これで多分ね、この旅行最後の晩餐になることでしょう。いやいよいよ旅行の終わりが見えてきた。タイミングもバッチリですよね。ちょうど間もなく列車が参りますと、あんな感じで電光掲示板にね表示が出ております。さあとりあえずこいつに乗って熊本に向かいますが、降りるのは熊本駅ではありません。新八代で降ります。だからね、桜号に乗るんですね。さあ新八代から一体どうやって残りの宮崎県と鹿児島県を攻略するのか、これね鮮やかなんで皆さんぜひ見ておいてください。皆さんきっとね、さすがは駒北だとなってくれるはずです。さあ列車に乗車していきましょう。今回も自由席じゃ。新鳥栖を出てすぐに放送があるのは新鳥栖出発後の放送ではなくて久留米到着放送なんですね。新幹線ではトップクラスに駅間距離が短いです。確か5キロとか、東京品川よりも短いんじゃないでしょうか。あんまり地方に行かない駒北チャンネルでもこの久留米には来たことありますよ。皆さん何の動画だかお分かりでしょうか。さあこれで44都道府県目になりますか。新幹線桜港にて熊本県新八代駅に到着です。携帯の充電もできたし、やっぱこいつはいいね、 N700。 やっぱ新幹線は最新型に限るな。で皆さんさっきね、車内放送聞こえましたか。あの新幹線わざわざ新八代到着放送の時に高速バスへの乗り換え案内を行うんですね。なんでそんなことするんだよって話だって。本来新幹線とかバスってね、競合関係にあるじゃないですか。このことと僕が今からたどる工程には実は関係がありまして、てかお前なんで新八代なんてそんな中途半端なところで降りるんだよって思われるでしょう。これね、実はね、残りの鹿児島と宮崎、これら2つを一気に最速で獲得するにはこの新八代が圧倒的に有利なんですね。本当は高速バスに乗る予定だったんですけれども、高速バスに乗るのはやめました。意外とね、乗り継ぎの時間が余っていたからです。自分で車を運転した方が早いからね。あそこが新八代駅でして、見てください、新幹線とちょうどいい感じの時間に接続するようにバスが止まっているんですよ。あのバスは宮崎駅行きです。新幹線からバスに乗り換えて早く宮崎に行こうというルートがね、確立されているんですね。宮崎っていう場所はね、本当に九州の中でも隔絶された場所にありまして、なかなか行くのに時間がかかるし、手間もお金もかかるんですよ。ですがこの新八代まで新幹線でやってきて、この新八代の近くに高速道路が走っているんですけれど、九州自動車道ですね。それをね使っていくと、うまいことね近道をして宮崎に行くことができるんです。それをねうまく開拓したバスなのであります。あのバスが高速を使って宮崎県にうまく行くことができるということは、それはつまり僕も同じなんですよね。ここから宮崎県を最速で獲得しに行く方法というのは、この新八代駅で新幹線を降り、そしてあそこにあるタイムズカー、今回2回目の登場ですが、そこで車を借りて向こうのねバスに乗ってしまうと宮崎駅まで誘拐されてしまうわけですけれど、自分で運転するんだったらね、宮崎県に入った瞬間折り返してくればいいわけですから、これが本当に最良の選択なんですよ。
賢くないですか。そんでね、その九州自動車道っていうのは宮崎県本当にかするだけなんですよ。かするだけでいいんです、今回の旅は。かすってくれれば何でもいいです。で、かするということはまた次新たな都道府県が出てきますよね。それが鹿児島県です。ということは今九州で残っている2つの都道府県、鹿児島と宮崎、それを九州自動車道にて一挙に回収することができるんですね。こんなに楽な九州一周はないですよ。四国一周とちょっと似ております。本当にね、タイムズカーシェアって神なんですよね。どこにでもあるんですよ。ほら見てください、すぐそこですよ。新八代駅は目と鼻の先。ありがたいね。同じ車なのがありがたいですね。カメラをどこに固定すればいいとか、そういうことはね、昨日のノウハウが詰まっておりますから。よしよし、これを活かしていきましょう。さあ出発でございます。九州をねドライブするのは初めてなんですよ。まあだからといって何ということはないんですけれどもね、新八代駅から八代インターチェンジまではすぐ近くでございます。さあ九州道でございます。こちらで鹿児島と宮崎を一挙に獲得していきましょう。楽な九州一周、いや四国一周の再来ですが、さっきとは違って、さっきというか前回とは違ってね、徹夜ではございませんので、今元気バリバリ元気、安全運転第一で行きたいと思います。そしてこれ左方向ですね、鹿児島宮崎方面。いやこんなにありがたいことないですよ。一発で行ってくれるわけですから。いや九州道がこのルートを選んでくれていて本当に良かった。さあ緊張の合流ですけれど、そんなに車は来ていないですね。よし、今ちょうどね九州道を巡行しているところなんですけれども、この辺りの九州道のルートは JR の肥薩線と似ておりまして、球磨川その作った渓谷を進んでいくことになります。さあさあ皆さん、看板を見てください。エビノって書いてありますよ。エビノというのは宮崎県でございます。エビノまであと2キロ。すでにね九州自動車道は宮崎県に入っておりまして、これで45個目の都道府県制覇となります。まあまだ自撮りはしてないけどね。とにかくねこの高速ねあんまり撮れなくて申し訳ないんですけれど、景色がすこぶるいいんですよ。ほら前方見てください。あれって霧島連峰とかそのあたりでしょうかね。すっごい山が綺麗なんですよ。ちょっと逆光になっていて申し訳ないんですが、いやすごい、九州のドライブってこんなに楽しいんですね。あーこれ多分左翼が霧島連山、霧島連峰でございますね。さあ減速しつつ海老野で高速道路を降ります。このまま高速で鹿児島まで行ってもいいんですけれど、それだと高速代がね余計にちょっとかかってしまいますので、まあ正直時間そんな変わんないですから、ここで降りてしまおうと、そういうわけでした。この近くにね道の駅があるらしいんで、宮崎県の分の自撮りはそこでしようかな。運転しながらするわけにはいきませんからね。よし、いやほんとすこぶる景色がいいですね。九州の内陸部ってあんまり来たことなかったんですけれども、やっぱ日本は広くていいね。まさか自分が日本一周だとは思えないぐらい優雅な時間を過ごしております。いやてか日本一周って本来優雅なものか、優雅じゃないものにした自分がおかしいので、さあ道の駅海老野、ここで宮崎県の地取りをしましょう。さあ本当に宮崎県まで来てしまいましたね。ついに45か、残り2つでね。見てください、ちょうどこの辺りの地図があるんですけれど、見てください、現在地って書いてありますよね。もうすぐそこじゃないですか、この鹿児島県。ちょっとね一般道で走るだけでございます。いやいいですね、山をバックに超宮崎らしい写真が撮れましたよ。さて新幹線が新八代を出発するまであと2時間です。それではですね、また道の駅を出発して鹿児島県までわずか9キロらしいです。そんなのあっという間ですよね。さあ46都道府県目、そして九州全県制覇に向けて車を走らせていきましょう。ただし安全第一です。宮崎県っていうのは海老野市に限って言えば意外と簡単に行くことができるんですね。本当いい景色じゃないですか、ちょうどいいのどかさ、山がいいですね。山が見てください、この看板、鹿児島県湯水タウン、湯水町ですね。いやーついに来ましたか、46都道府県目。もうほとんど終わったも同然ですよ。ただ最後が難関なんですよね、沖縄県。でもこれで九州は全て制覇したことになります。ただいまの時刻は午後4時16分です。ようこそ鹿児島へ。いやーついに来ましたか。それにしても今ねちょうど夕方で日の当たり方も良くて、右側見てくださいよ、田んぼの色、
もう鮮やか鮮やか鮮やかな緑色です。いやー、これは最高だね。天国にでも来たかのようですよ。さて、もうね、鹿児島県に用はありませんので U ターンしたいのですが、まあ一応ね、せめてもの鹿児島成分としてここにありましたエビの高原線 JR の鶴丸駅、ここで持って U ターンして帰りたいと思います。あと自撮りをするためにね、車を止める必要があるわけですが、まあ道で路駐をするとね、ちょっと迷惑にもなりますんで、まあ駅前のロータリーだったらちょっとぐらいは止めておいても大丈夫でしょう。ちょっとつっても30秒くらいですからね。 U ターンできるところをぜひ探したいんですけれども、なかなかないですね。踏切があるけれど、ここは越えなければいけないか。うわー、狭い。こういう踏切はね、田舎の踏切ってガチで壊れてる恐れがあるので、絶対に一時停止をする必要があります。まあ別に都会でも一時停止する必要はあるんですけれどね。適当なところでちょっと U ターンしてね、戻ってきたんですけれど、駅にね、ロータリーらしきものは見当たりませんでした。鶴丸温泉の駐車場はあるんですけれど、利用するわけじゃないので、止めたら申し訳ないじゃないですか。なんでね、ちょっとね、軽く車を止めても良さそうな場所を探しに行こうと思います。さっきの幹線道路まで出てしまえば、どっかにね、なんか謎の田舎あるあるの駐車場とかあるでしょう。はい、というわけで鹿児島県の雄大な自然とツーショットでございます。いや、色が良すぎる。本当に色良くないですか。僕今天国にいます。どっかでね、車事故っちゃったのかもしれないですね、現実の小牧田くんは。残念。さあ、出発です。多分鹿児島県に僕が設置していた時間というのは、30秒にも満たなかったことでしょう。さて、九州自動車道をね、トンボ返りしてまた新八代駅に戻っていきたいと思います。さあ、サービスエリアでカメラを再び固定してですね、今ちょうど熊本県の人吉のあたりでございます。よいしょ、合流だからしっかりアクセルを踏まないとね。さあ、あとね、新八代駅まで40キロぐらいなんですけれど、ただいまの時刻は午後4時52分。まだ新幹線の出発まで1時間ありますから、時速40キロでこの高速をゆったりゆったり走っても間に合うという計算です。余裕じゃないですか。ただ九州自動車道、こんな感じでね、トンネルばかりかと思いきや、普通にこういう渓谷のような、まあ東京で言ったら中央道みたいな景色ですよね。側面の山が随分高いので迫力があります。さあ、帰ってきましたよ、八代ですね。右折がちょっと難しいんですけれど、あそこで車が途切れるから行けるね。よし。いやー、最初ここ見ましたね、懐かしい。2時間半ぶりぐらいでしょうか、戻ってきましたよ、新八代駅。さあ、駅も見えてまいりました。でも本当に帰ってきましたね。おお、ちょうど電車や。やっぱ電車が一番落ち着きます。車っていうのは自分で運転しなければいけないですからね。よし。さあ、愛車を返却しましてですね、別れを告げ新八代駅に戻っていきたいと思います。そういや、今日はひな祭りでしたね。ということで、いい感じに時間が潰れまして、あそこを見てください。桜570号17時53分発新大阪行き、こちらに乗ってまた2回目の博多トンボ返りしていきたいと思います。南九州編終わりです。到着の列車は17時53分発。熊本を出発して桜号にてぐん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 博多に向かっております。この桜号が今回最後の、ついに最後の新幹線の乗車です。もう多分何本くらい乗ってるんですかね、20本くらい新幹線乗って頭がおかしくなりそうなんですけれど、もういよいよ終わりですよ。で、なんで僕が博多に向かっているのか、皆さんもうお分かりですよね。さあ、最後一つ残っている都道府県というのは沖縄県なわけですが、沖縄県は飛行機と船でしかアクセスすることができません。鉄道と自動車では行くことができないんですね。もうずっとね、3日間こいつはずっと俺のことを支え続けてきてくれましたけれども、最後沖縄県ばっかりはこれじゃ何ともなりませんから、最後はね、福岡空港、多分日本で一番便利な空港と言われておりますけれども、そこから8時の ANA の飛行機にて最後那覇空港に向かいたいと思います。博多に戻る必要って本当はなかったんですよ。さっき九州自動車道で鹿児島県まで行ったじゃないですか。あの高速をね、ひたすらまっすぐ行けば鹿児島空港にたどり着いて、鹿児島空港5時50分発那覇空港行きのソラシドエアーの便があったんですよ。それに乗れれば7時にはもう那覇空港に着いて日本一周は終了していたわけですが、残念ながらその飛行機は満席だったんですよね、結構前から。
今回本当に最速に最速を重ねて、だいぶ自分の中では自信のつく記録が出たと思うんですけれども、一番最後に悔やまれるポイントが出てしまいましたね。その鹿児島那覇便に乗れなかったせいで2時間ほど遅延が発生してしまっております。さあ戻ってきましたよ、博多。何時間ぶりですか？最後に博多を通ったのは多分午前中のことですよね。今の時間はですね、午後6時40分ぐらいなんですけれど、飛行機は言いましたっけ、午後8時離陸というか出発なんですね。あと1時間20分あります。保安検査は20分前に通過すればいいですから、1時間の余裕があることになりますね。福岡空港はもうめちゃくちゃ近いですから、ここから多分10分もかかりません。そして見てくださいよ、今から僕は頑張れば東京にも帰れるのか、のぞみ64号、これ東海道山陽新幹線の最終の東京行きですね。博多から東京に向かう最終ののぞみ号である、かつ博多東京間の最速達列車でもあったはずです。そんな東海道山陽新幹線の超花形看板列車であるわけですけれど、皆さん博多号って知ってますか？博多号がキングオブ夜行バスであるのであれば、こちらのぞみ64号はキングオブ新幹線です。さあ博多駅の外に出てきましたよ。まだ時間があるんでね、やっぱ博多といえばここですよね。この威厳のある駅舎、博多と札幌ってなんとなく雰囲気似てませんか？伝わりますかね。こっちは博多駅の博多口って言うそうです。博多に来たのは4ヶ月ぶりですね。割と久しぶりでございます。さあいよいよこの過酷な旅が終わる。やったー。今の時間はですね、そこに時計がありますね、ちょうど午後7時になろうというところですけれども、パッと計算しました。開始から61時間です。61時間で46都道府県ですか。かなりいいペースじゃないですか。もうさすがにね、いくら旅慣れてる僕と言っても疲れましたよ。なんでね、さっさと空港に向かいたいと思います。どんなミスが起きるか分かりませんから、ここからもね。やっぱ早めに移動してるとよかった。また新今宮とかいう地名を聞くことになるとは思わなかったんですけれど、さっきね、空港線の IC カードを自動改札機にタッチしたら弾かれまして、職員さんに聞いたらですね、昨日の新今宮の入場記録がそのまんまになっていますと言われて、って感じなんですけれど、多分昨日新大阪から新幹線に乗った時に切符と IC カード一緒にタッチするじゃないですか。そこでなんかね、やらかしたのかな。そこでやらかしたなっていうか、まあそこでやらかしたしかありえないんですけれど、いやよかった早めに出といて、これギリギリとかだったらマジで積んでましたね。まあとりあえず無事飛行機には間に合いそうでよかったです。よかった。そう、それで新今宮の入場記録をきれいにするには JR 西日本のところに行かなきゃいけないっていうんですね。ここ九州だぞと思ったんですけれど、めちゃくちゃついてますよ。博多ってね、実は九州ですけれど山陽新幹線が来ているので JR 西日本の窓口あるんですね、ということでなんとかなりました。よかったよかった。まあもう心配する必要はありません。あとこの博多駅から空港までは地下鉄で7分ですからね。この先、車内に入れます。なんか意外とギリギリになっちゃったな。夜ご飯食べる時間ないかもしれませんよ。保安検査通過まであと20分なんですよね。で、まあ、一応僕は SFC のゴールドみたいなやつ持ってるんで、あの優先保安検査みたいなの受けれるんですよ。だから秒で終わりはするんですけれど、ちょっと微妙いかな、時間が。ラーメンだったらすぐ来るしな、ここで済ましちゃうか、結局好きだしな。いやでも眠いし間に合う自信がない。今ね、食べることに対してトルクを上げられる自信がありません。まあ余裕を持って入っておきましょう。今出発の30分前です。これね便利なんですよ。優先保安検査の後ラウンジにね直結している入り口なんですよね。最高。じゃあ行きますかね。さあこの中撮影ダメだと思うんでカメラを下げます。出発10分前、結局飯は食えず、まあラウンジの美味しい水が伸びたからいいです。ラウンジの水ってめちゃくちゃ美味しくないですか。
さて最後の乗り物ですよ。この旅行長かったね。長かったのは時間じゃなくて移動距離ですけれど。さあいよいよ終わりですよ。ただねこの飛行機も意外と時間がかかるんです。座席は 7K でございます。いやでも最後の乗り物でありますからね、もう自分で操縦をする必要もございません。じゃあもうあとはのんびり寝ながら行きましょうね。さて47都道府県制覇には一体何時間かかったのでしょうか。さあ皆さん結末をお楽しみに。さあただいまの時間は21時54分、ほとんど最終便ですよね。人が全然いなくてびっくりしてるんですけれど、那覇空港に到着です。47都道府県目、沖縄県制覇、イエーイ。おお、空気がぬるい。空港の雰囲気とかもちょっと日本離れしていますよね。海外とかの空港こんな感じですよ。本当ベトナムとか行った時まさにこうでした。いやー亜熱帯まで来ましたね。北海道からはるばる沖縄まで。まあどうせ今から乗るんで、とりあえず UAL モノレールの那覇空港駅方面まで歩いてきました。まあ味気ないんですけれど、ここで喋りますか。那覇空港駅も見えますしね、今回のルールは乗り物が地面についている状態で自撮りをすればその都道府県に訪問したことになるので、那覇空港に着陸した瞬間に僕は自撮りを行いました。その写真を撮った時刻がですね、3月3日の9時45分、午後9時45分でございました。で一番最初木古内駅を出発した時に自撮りをしましたけれども、それを撮った時刻が、6時51分、午前6時51分です。計算してみるとですね、2日と、14時間54分かかったわけですか。なので、それを全部合算して時間に直しますと、62時間54分ですね。皆さん日本一周は62時間54分あればできるということが、とりあえずこの小牧田君によって証明されましたよ。やばい、終わり際にこんなことあるのかって感じですけれど、ホテルのチェックイン時間に遅れそうなので、とりあえずモノレールには乗ってしまいましょう。ちょっとね別の駅で喋ることにします。那覇市の中心部まで出ていきましょうか。よし、よかった、足りて。次の停車駅は赤嶺、赤嶺です。よし、とりあえずホテルがある駅までは移動してこれましたよ。これで一安心ですね。何駅だっけな、旭橋駅か。やっぱ那覇って人口の割に街がでかすぎますよね。ほんと都会だなって毎度毎度来るたびに思います。ただもう今日は日曜日の午後10時頃でございますんで、駅は僕の貸し切り状態でございます。いやー長かった旅をついに終わりだ。いやー日本一周って簡単ですね。簡単だけど体力は限界だ。正直もう1日行程があったらやりきれていなかったと思います。3日が限界なのかな。まともな睡眠1回も取ってませんからね。さっき福岡から那覇の飛行機に乗っている時もちょっと気を抜いてしまえば寝落ちしてしまうくらい、そのぐらいね眠気と疲れに襲われておりました。じゃあね、いよいよ動画も締めでございます。ホテルまで歩きながらちょっと失礼させていただきたいと思うんですけれど、いやー47都道府県3日で巡れましたね。しかもね今回ありがたかったのは、一回これ別の場所でも話しましたけれど、交通機関の遅延等がねほぼなかったことです。まあ、最後那覇に向かう飛行機が10分ぐらい遅れていたので、本当は記録はねもう10分短縮される予定だったんですけれども、
まあそのぐらいはねあることでしょう。なのでこれから急いで日本を一周したいと、そういう方はですね62時間54分この数字を一つ参考にしていただければと思います。それじゃあ今回の47都道府県世界最速で日本を一周する企画はこちら沖縄県那覇市朝日橋駅にて終わりたいと思います。それでは皆さん本当にご視聴ありがとうございました。